水明のご奉納をいただきましたのは、四国は愛媛県松山市より本日の奉納祭事のために参りました智春様でした。智春様は2015年に石辻さん洞奉納大会女子個人の部で優勝され、日本の文化を後世に残し伝えるため、石辻牛ラノ会と愛媛画家図会の所属しております。2018年よりはプロジェクト大使に参加し、舞や演奏を奉納しております。智春様ありがとうございました。智春様にはまして、皆様本日は建国記念の日、誠におめでとうございます。ただいまより第6回和の国日本建国記念の奉祝記号を始めさせていただきます。私は司会進行役の山中瑞陽と申します。よろしくお願いいたします。和プロジェクト大使は書道をはじめ日本文化の紹介を通じて、我が国の平和思想、和の精神を国内外へ発信する平和活動を行っている民意団体です。この度はその一環として建国記念の日にあたる本日2月11日に、全国の中心的な神宮にて奉祝記号を開催する運びとなりました。それでは初めに前衆議院議員の佐藤明様よりご祝辞をいただいておりますので、読み上げさせていただきます。建国記念奉納記号にあたり、田辺隆昌先生のますますのご活躍とご参集いただいた皆様のご健勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げます。続きまして、本プロジェクトの代表であります宮本達彦の代表挨拶を前田龍雲様よりご代読いただきます。よろしくお願いします。はい、失礼します。建国記念の日、謹んでお祝い申し上げます。さて、皆様は三大神勅というものをご存知でしょうか。天照大神が孫の二荷命に授けた天上無窮の神勅、公共豊祭の神勅、湯庭稲穂の神勅の三つの神勅のことです。まず天上無窮の神勅についてです。そのご説明をする前に、日本の神々の最高神天照大神がどのような神様であるかご存知でしょうか。高祖神と言われるように、天照大神は天皇陛下の祖先にあたる神様ですが、同時に太陽の神でもあります。
そして太陽とは古来より世界共通に分け隔てなく全てのものに恵みと光を与える神の愛を象徴する存在です。つまり天上無休の神直とは、天皇陛下が太陽神の子孫として愛と徳をもって我が国を治め永遠に栄えなさいという意味です。続いて公共豊祭の神直についてです。天照大神はニニギの御事にこの鏡を見て私のことを思いなさい、そして鏡に映る自分の姿を見て常に自己反省し、身も心も神の愛と徳にふさわしくありなさいと鏡を授けました。そしてユニワイナホの進捗についてです。一粒万倍ということが場があります。たった一粒のもみから万倍もの稲穂が実るという意味です。太陽の恵みと同じように万民が植えることのないよう愛と徳をもってこの国と民を豊かにしなさいという意味です。令和に入り私たちを取り巻く環境は平成の世から大きく変わりました。新型コロナウイルスによるパンデミック、ロシア軍によるウクライナ侵攻、それらに伴う経済とエネルギーの危機、そして気候変動による天変地異、我が国において昨年は歴史的な円安、元総理の暗殺事件もありました。そして近隣諸国との関係も非常に不安定です。まるで世の中のすべてが軸を失いカオスの時代に突入したようです。そんな混沌とした世情において私たちに必要なことはしっかりと軸を持って生きることではないでしょうか。天照大神は高祖神であり太陽の神です。そしてもう一つ、私たち日本人の総氏神でもあります。つまり私たち自身もまた日本人として愛と徳という軸をしっかりと持ち、互いに思いやりの気持ちを持ってこの混乱の時代を生きることが大切ではないかということです。本日建国の奉祝とともに人々の心の平安を皆様とともにお祈りいただけますこと心より感謝申し上げます。令和5年2月11日ワープロジェクト大使代表宮本達彦、代読前田龍雲でした。記号をいたします田辺龍翔先生をご紹介させていただきます。田辺先生は京都芸術大学芸術学部卒業、流水芸術協会会長、一般社団法人新日本美術院理事、流水流先進芸術を継承し、書道と独自の水墨の世界草墨画を極め、書画作家としてもご活躍の中、元皇族伏見博明殿下が総裁を務めておられるマスターズ大東京展にて、国際大賞ほか数々の賞を国内外で受賞しておられます。ワープロジェクト大使には2020年より参加、大阪護国神社天台神聖宗総本山西教寺において毎年奉納祈祷を行われております。そしてこの度田辺先生の祈祷に合わせて篠笛の演奏をされますのは岡崎美香様です。岡崎美香様はフルート、篠笛、笙などボーダーレスに活動する音楽家です。思春期のイギリス生活をきっかけに世界各地を歴訪し、各地の民族音楽を学ばれ、その結果癒しと慰めの演奏が香港にあることを実感され、その思いを広めようと決意し演奏活動を行っておられます。人前で書家が書きます席上記号は今日書道パフォーマンスと呼ばれておりますが、日本独特の先進文化の一つといえます。書家が大きな紙に心に決めた文言や願いの言葉をご覧いただいております皆様方と一緒にお祈りしながら書き上げます。
この度のテーマでもあります我が国の冷や坂と世界の恒久平和、コロナ禍の収束を共にお祈りください。はい、それでは田辺先生よろしくお願いいたします。
それでは田辺先生より先ほど書き上げられました書についてお話しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、高いところからすみません。ちょっと息切れしました。ちょっとすみません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日は本当に皆様、たくさんの方にご参列賜りましてありがとうございます。昨日はね、雨でしたので本当に今日は天気も良くて、なんかこう神様のコラボがあったんじゃないかというふうに思います。本当に今日その建国記念すべきこの建国の日に、まあ、こうして建国されたというこの柏山において、こうやってこう奉納祈祷させていただいたこと、本当に私光栄でありますし感謝いたします。で、この主催いただいたこの機会をいただいた、まずパワープロジェクト、大使、宮本代表、そして今日はプロジェクトの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。この本当に神聖なこの場所をですね、提供いただいた柏原神宮の、伊藤さん、どうもありがとうございました。そうですね、今回は私は2枚書かせていただきました。1枚目は三大進捗、先ほど代表の挨拶にもありましたけども、本当にアマテラス大御神が二人の御事に、伝えられたという言葉なんですけども、法教、伝承無休、法教法祭、そしてリニューアルなこと、まあ、本当に我々国民、国だったりその、まあ、我々人々をですね、本当に末永くこの国が栄えるようにという、お告げで、そのためにはその、光り輝く鏡と、そして、飢えやそういうのを苦しまないように稲穂を授けていただいたという、本当にこう日本の原点となる、私たちにとってすごくこう温かい、こう包み込まれるような恵みのある言葉なんですけども、ちょっと緊張もしながら通信で書かせていただきました。ありがとうございます。はい、そして2枚目なんですけど、2枚目は漢という文字を書かせていただきました。漢というのはこの寛大とか寛容とか、そういう、心広しという、心が広い大きいという意味の、文字なんですけども、やはりこの神武天皇様もですね、この国を治められた時に何かこう広い心がこうあったんじゃないかなというふうにちょっと思いながら書かせていただいた。それとまあこれからですね、本当に今先ほどの代表の挨拶もありましたけど、本当にいろんなことが3年前からコロナ禍から、まだ未だに戦争もなかなか終わっていなくて、で1週間前はね、本当に地震、大地震も起きてますけども、そういった本当に混迷な世の中で、とにかくこの漢という人、一人一人がこの広い心を持つということが、またこの大きな力となって、またいい方向に進んでいくんじゃないかと。という、みんなで頑張りましょうというような願いを込めて、書かせていただきました。ありがとうございます。はい、最後にですけども、本当に今日は愛媛からね、千春山来ていただいて、ご覧を吹いていただいて、それと、ね、私が吹いてる時に吹いてくれた、千春山吹いてくれた岡崎さん、本当にこの書と、この音と、そして皆様を集めている皆様のその心と、この一つになったこう瞬間だったような気がします。まあ、それをこの、まあ、皆さんの気持ちを集めて、私も書かせていただいたんですけども、それは必ずこうね、天に、必ず通じるんじゃないかと信じて私もやっております。そして、まあ、この、お話を最初にいただいたときに、まあ、本当にこの、まあ、2600数年前、神武天皇がね、ここで国を治められたんですけども、まあ、その歴史を遡って、この時を超えてこの帰ってこれるこの場所があるという素晴らしさと、そして、まあ、本当にそのこういった三大神勅というのは素晴らしい恵みであるお言葉がある、そしてまたこう皆さんと一緒にね、一つになる心があるという、本当にこう日本って素晴らしい国だなと改めてこの感じながら、今日はまた書かせていただきました。そしてまたこれからもですね、この日本の、文化だったり精神だったり、こういうものをね、どんどん伝えていきたいと思っておりますので、また皆さん今後ともどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
と神主様よりお言葉を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まずは、本を奉納いただきました、ワープロジェクト、またその今回は代表して、田辺先生、誠に奉納ありがとうございました。本日、こうやって奉納記号をしていただきました理由でございますけれども、先ほど田辺先生もおっしゃってましたように、今日この日というのは2月11日は建国記念の日でございます。でこの建国記念の日というのは、ここの神様であります神武天皇様、神武天皇様がこの場所で日本の国を作られた、そして、それを太陽暦に直した日、これが2月11日でございます。ちなみに、本年の建国記念の日というのは非常に特別な日でございます。どういう日かといいますと、建国記念の日、これが、まあ、制定されましたのが明治6年でございます。明治6年から、本年で150年経つということです。本年は、建国記念が、制定されて、まあ、150年の節目であるということでございます。ちなみに、まあ、明治時代までは紀元節というようなことも言われてまして、その流れからうちのこの例祭は紀元祭とこういうお祭りを午前中に執り行った次第でございます。ちなみにこの建国記念の日というのは決まってそのままずっと長いこと続いていたわけではございません。昭和23年、この年からですね、建国記念の日というのは日本の国から一度なくなってしまいます。まあ、どういった時代背景かというのは、まあ、大体皆様お察しがつくかなというふうに思います。まあ、日本が一つ大きな大戦から、まあ、敗戦ということで非常に厳しい時代を迎えたわけでございます。しかし、昭和の43年、この建国記念の日が日本からなくなって約20年経った昭和43年に再び建国記念の日として日本での一つの祝日ということになった次第でございます。一番初めの代表のご挨拶、宮本さんの代表のご挨拶に時空というお話がありましたね。この時空というのは一つはやはり日本人の精神性なんだと思います。日本人の精神性は何なのかと言いましたら、この国の神様を作られた神武天皇様は雨の下を置いて家となさんまたよからずや、まあ、みんなが一つの家族のように仲良く過ごすこと、これは大変いいことじゃないかということを言われております。これが一つの日本の精神性だと思うんですね。この間日本代表、サッカーの日本代表、非常に日本を盛り上げてくれました。日本は思いやりが強い国、集団が強い国です。一人一人の力は弱くっても、みんなで何か大きなことを成し遂げる、これが日本人の非常にいいところでございます。その神武天皇さんから続く思いやり、集団で何か大きなことを成すという、こういった精神性というのは今に引き継がれているのではないかなというふうに思います。そして、神武天皇様より、遡って、6代前、6代前というのが、天照大神様でございます。そして天照大神様が、一つ日本人の精神性として、まあ、お孫の仁木の尊さんに言われたのが、今日田辺先生が書かれました、天上御宮、そして公共法祭、弓輪の稲穂でございます。普段生活していたらなかなか意識するような言葉ではないんですけども、今でもこの3つの神職というのは宮中で大切に守られております。これは一つの日本人の大切な精神性でございます。今日建国記念の日にお集まりいただきました皆様には、こういった神職、そして神武天皇様のお心、こういったものが日本の軸である精神性であるということを、少し、心に留めていただけたら、幸いでございます。で本日は誠にありがとうございました。伊藤様、誠にありがとうございました。以上をもちまして第6回 2.11 我が国日本建国記念の奉祝記号奉納祭事を終了させていただきます。本日はご参集いただきまして誠にありがとうございました。そして宮司をはじめ橿原神宮の皆様、お
手伝いいただきました皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。